一年間警察官に合格するために浪人して、一年間勉強して資格取得にも取り組みましたが、叶えることができませんでした。来年から二年間自衛隊に行き、二年間また受験して合格しようと考えていますが、遠回りしてるに夢を叶えるのは、武井さんどう思いますか遠回りなんてねえっていうね。はい。あの、自分が進む道が最短距離でございますから、ただその道の途中で、サボったら道が長くなっていきます。はい。 適当な一日を過ごしたら、最短距離の道も、徐々に、徐々に、横に逸れていきますから。えー、いかにそういう道を過ごさずに、最短距離で目標にたどり着くかっていうね、それが一番大事なことですから、頑張ってください。竹井壮も、あの、本当に竹井壮ですら、そういうね、あの、一日を過ごした日があった頃は、目標にたどり着けないという日々を過ごしましたから、えー、そういうあの、本当に、 まだだらしなかった、メンタルの弱かった、はい、目標にまっすぐ進みきれなかった自分がいた頃もね、あったということを認めますよ。はい、その時は本当に思ってた夢一つも叶わない数年間を過ごしたりもしたので、ぜひね、今からでも一切遅くない、頑張って最短距離行きましょう。甘え癖を直したいです。国試まであと1ヶ月。本当に欲しいのか国家資格が。 本当に欲しいなら余ってる暇じゃないだろう。本当に欲しいならば、取れたら嬉しいなぐらいだったら、多分ダメだろうな。何としてでもその資格を、うーん、掴み取って、はい。自分の人生を、今よりも輝けるものにするためには、甘えてる暇なんかないんですよ。ありがとうございます。達成した後、十分自分を幸せにして甘やかしてやってください。ありがとうございます。 32歳の無職に、え、無職の漏れに一言ください。俺も32の時は無職でした。ただ、ただ無職でしたけど、あの、今の自分みたいになるための修行を毎日、毎日してました。はい。無職だからといって、職がないだけではなく、はい、職がないんだから、 食がない代わりに、はい、あの自分の能力を磨く時間を山ほど積み重ねてましたんで、今があると思います。<noise> フォークアイスバーンさん、努力が続きません。継続させるにはどうすればいいでしょうか <laughs> 努力が続かない。マジでなんでだから、努力が続かないってことは、まあ、今のままでいいやと思ってるってことだよね。 要は、嫌なんだけど。でも、続けないと変わんないのに続けないわけだから。まあ、その続けるしんどさよりも、まあ楽して今のまんま過ごすっていう方を選んでるってことじゃん。常に、日々。ってことじゃん。基本。だからそれやってるうちは、まあ変わんねえわな。別に努力なんか続けなくったってさ、この俺に610円も送る余裕があるっていう、 ほとんだからさ、なんかさ、今の生活はそんなに悪くないんでしょきっと。うん。だから、やっぱり努力を続けて、な、なんだろうね、努力ってさ、なんつうのやってたら絶対成功するものじゃないじゃん。うん。だけど、何に向けて努力してて、その努力が正しいかどうかは分かんないから、正しくない努力はつらいから、だから正しい努力して本当に積み上がってて、成果出てたら、 もう努力じゃなくなるからさ。ああ、もう必要だからこれを、例えばここに箱置いてあって、この箱こうやったら開きますよ。ここを150回回したら開きますよって書いてある箱をパカッと開けたらもうお金入ってるってこと思ったら誰でも回すじゃん。ね。でも回しても入ってっかわかんない。入ってませんでしたっていうのを100箱やらなきゃいけないっつったらみんなやめんのよ、いつか。100箱に2つぐらいしか入ってなくてお金。もう50箱開けても入ってねえ。つってもう努力したのにつってなったら折れんのよ。 努力の内容が正しいか正しくないかが一番問題だから、から続かないってことはその努力がその目標に対して、あの、きちんとあのアジャストしたものになってない可能性は気にした方がいいよね。